みちのこチャンネル。やっほー、めっちゃんだよ。みんな雨は好きかな。今は梅雨の時期に入って雨がたくさん降る季節になったね。雨が苦手という人もいるかもしれないので、今回は雨を楽しむクラフトを作ってみました。それじゃあ雨にぴったりのモビールの作り方を紹介するよ。材料は型紙を印刷した画用紙、モール、タコ糸です。使うものはハサミ、スティックのり、ボンド、色鉛筆またはクレヨンです。まずは型紙を印刷して作りたい型を切り取ってね。線が書いてある面が裏面になるよ。表面にクレヨンや色鉛筆で好きな色を塗ってね。塗ったら型紙を切り取ろう。しずくで基本の作り方を説明するよ。切り取った型紙の点線を山折りしよう。そうしたら裏面にスティックのりをしっかり塗って裏面同士で貼り付けていこう。これでしずくの完成。基本の作り方は全部一緒だから、次からはポイントとなるところを説明していくよ。モールの端で輪っかを作り、傘の真ん中に通して傘を貼り合わせよう。最後に持ち手の部分を作ったら完成。カタツムリは殻と体のパーツがあるよ。体の部分は切ったら貼らずにそのままにしておいてね。カタツムリは糸につけるときに完成するよ。カエルは2種類のパーツがあるよ。小さい丸があるのはカエルの目になる部分だよ。カエルは貼り付ける順番があるので注意してね。まず目のないパーツを9枚貼り付けといてね。できたら片方のパーツに目がついているパーツを貼り付けよう。こんな感じになるよ。そうしたら残りのパーツを貼り付けよう。最後にモールで口を作ってボンドで貼り付けたら完成。ピッキーは顔とくちばし、とさかの3つのパーツに分かれているよ。顔のパーツは最初から全部貼り付けておこう。3つのパーツができたらこれを合体させていくよ。まずはとさかをつけていくよ。とさかの開いている部分に両方のりを塗って顔の1枚につけてね。くぼんだところを挟むと綺麗にいくよ。次はくちばしをつけていこう。
くちばしも同じやり方で貼り付けてね。あとは目をボンドで貼り付けたら完成。できたモビールをタコ糸につないでいこう。まず上になる部分に輪っかを作ってね。そしてつけたいところに一つ結び目をつけよう。結び目をつけたら、結び目の上にモビールが来るように真ん中に糸を通して貼り付けます。カタツムリは体に糊を貼り付けて、体の間に糸を挟んで貼り付けてから体に殻を貼り付けよう。カエルやピッキーのような大きいものは頭の上から糸を通して結び目を三重にしておこう。一番下に傘を取り付けたら完成。今回は雨をモチーフにしたモビールの作り方を紹介したよ。白い画用紙で作っているから自分の好きな色を塗れて楽しいね。他にも色画用紙で作ってみたら色が綺麗になっていいかもしれないね。これで雨の季節も楽しんでこう。この作品を作りたいって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次回も何を作るか楽しみに待っててね。バイバーイ。